長谷川ゼカ館、長谷川ゼカ館、長谷川尿世館、1875年、明治8年11月30日から1969年、昭和44年11月11日は、日本のジャーナリスト、文明批評家、評論家、作家、明治、大正、昭和と三代にわたり、新聞記事、評論、エッセイ、戯曲、小説、 気候と、約三千本もの作品を表した。大山育くオラと共に、雑誌、画等、後に、批判を創刊し、対正でも暮らし行の代表的論客の一人。ヨゼ館は、画号、本名は万次郎。東京府深川区深川大木町、現在の東京都江東区木場で、山本徳次郎、竹の次男として生まれる。山本家は、 江戸城追記に携わった当領の家系で、代々幕府から報録を受けていたが、徳次郎の代からは材木賞を営んでいた。1884年、明治17年、ひ馬場の養子となり、長谷川に改正した。兄は、東京朝日新聞社記者であった山本正月、弟は、日本画家の王の静方である。1881年、 明治14年深川区万年町公立明治、小学校、現在の高等区立明治小学校入学、翌年下役岡地町市立島本小学校に転校している。1885年、明治18年には、本郷か本郷正子町、現在の文教か本郷の坪内商用の塾に通い、続いて1886年、明治19年11歳で、 小石川区小日向にあった中村正直の導入者にも通ったが落第していい。その後、神田和次長の教立学校に一時期在籍し、1889年、明治22年明治法律学校、現在の明治大学予科に転校、同じ頃、東京英語学校にも入学している。翌年の1890年、明治23年東京法学院予科。 イギリス法律学校科から解消、後の中央大学科に転校した、入学後間もなくどうかは廃止となる。当時、東京英語学校の教師には、杉浦重武や主が重隆がおり、その影響もあって、陸勝男が経営と論人を仕切る新聞、日本を熱読するようになった。この後、東京英語学校が1892年、明治25年、神田の退化により、 校舎が累承し、休校となったため、国民英学会へ移る。1893年、明治26年18歳の時に、東京法学院、中央大学の全身英語法学に入学した。家庭の事情で一時休学したが、1896年、明治29年法語法学会再入学し、1898年、明治31年同校を卒業した。 東京法学院の卒業後は1903年、明治36年ら1906年、明治29年まで、リック・の経営する日本新聞社で活動した。1906年、リック・が引退し、新社長となった伊藤金介が、三宅節令及び小島和夫退社を命じ、女世間ら十数人もこれに抗議して、日本新聞社を退社した。この後、 鳥祖先の勧めで1908年、明治41年には、村山隆平の大阪朝日新聞社に入社した。最初は小説を書いていたが、1910年、明治43年4月から8月にかけて、ロンドンで開かれた日英博覧会の取材特派員となって、連載記事も手掛けるようになった。1912年、大正元年頃から、コラム、 天聖人号を担当するようになった。失明の、ニョゼカンは朝日新聞記者時代のもので、非常に多忙であった。彼に対し、ある支配人が、せめてペンネームくらいは、暇そうな名前をということで名付けてくれたものである。1915年、大正4年には、夏の甲子園の前身である、全国中等学校優勝野球大会を、社会部として企画創設した。この時期、 ニョゼ館は、米価高等の裏に横行していて、米国省の米の買い占めをスクープしており、これが引き金の一つになって1918年、大正7年の米騒動にまで発展した。1918年、発行事件を機に、朝日新聞社を退社し、政治学者、大山イクと雑誌、が党を創刊した。これは、日本における本格的なフリージャーナリストの、 始まりであった。東京帝大助教授であった森戸達夫が無政府主義者、黒ポトキンの研究によって起訴された1920年、大正9年の森戸事件においては、学問の自由、研究の自由、大学の自治を主張して、同詞上で、擁護の論人を張った。吉野作造、大山育夫と共に、大正デモクラシーを代表するジャーナリストとして、大正から、 昭和初期にかけて、進歩的、反権力的な論人を張った。この時期のこの手の著作として、現代国家批判、日本ファシズム批判がある。中でも、ファシズム初期の段階で、他者に先駆けて、ファシズム批判を行ったことは注目される。1929年、昭和4年、ガトーを、批判と解題し、日本ファシズム批判を表す片らび素文化協会の、 会長となっている。1936年、昭和11年の2.26事件に際しては、老子を表し、また、元折ノリナ州を編集している。さらに翌年の日独異望空協定の折には、岩波書店より、日本的性格を刊行した。この時女お世間は歓暦を過ぎていた。やがて、神奈川県の鎌倉に移り、 1939年4月には国民学術協会の発起人に中央抗論者の島中祐桜と名を連ねた。これは民間アカデミーの試みとして注目される。1946年昭和21年最後の貴族院直選議員となり日本国憲法の制定に携わった。1947年昭和22年には 帝国芸術委員会員に選定された。さらに1948年、昭和23年文化勲章を受賞して1951年、昭和26年に文化功労者指定を受け、1954年、昭和29年には名誉都民にも選ばれている。晩年は、小田原市田橋に八春草を構えて住み、近所に住む松永安左衛門らと信仰があった。 1969年、昭和44年11月に死去した。去年94歳。ニョゼカンの主張としては、日本的性格、現代国家批判、現代社会批判、真実は、各偽る、絡めてから、ボングレツ伝、ロンドン。ロンドンある心の自助伝などがある。東京下町の江戸っ子らしく、ドイツ流の観念論を、借り物思想として廃止、 々人の生活事実を思考の立脚点とした。本来は庶民の生活維持のために作り出された国家の諸制度が歴史の過程で自己目的化する様を鋭く批判した。英国流のリベラルで国民主義的な言論活動を繰り広げ、職人及び職人の世界を深く愛し、日本及び日本人、日本の文化的伝統と国民性の探求をライフワークとした。 松岡聖郷は、ニ尿世ンについて、自由主義ジャーナリストの代表、あるいはハーバート・スペンサー流の進歩主義のとという、扱いをされがちであるものの、彼には、日本主義も、マルクス主義も、国家思想も、合理思想も、生活美学も、それからなかなか味のあるニヒリズムも、同時に深く根付いていたと評しており、さらに、この同時性が見えないとニ尿世ンはわからないし、 その有機的単独犯としての編集思想も見えては来ないとしている。そしてまた、ニョゼカンが目指したものは互いに反し合う制度と文化の合わせであり、生涯を通じて常に制度批判と文化研究との両輪を日本の解明に向かって漕ぎ続けた思想家であり、その頑固無類のジャーナリスティックエディターである女官の編集思想は日本という枠組みの考察であったろうと論じている。 なお、ニョゼカンの思想は、友人のジャーナリスト丸山幹事の息子である、政治学者の丸山真男やフッツ文学者、辰野隆等に、大きな影響を与えている。常日のように、ニョゼカンは、大正デモクラシーの時代に、進歩、反権力の論人を張り、現代国家批判、日本ファシズム批判を表している。特に、ファシズムの猛威が吹き荒れようとする初期の段階で、 マルクス主義の影響を受けているとはいえ、他者に先駆けて、ファシズム批判を展開したことは末長く記憶されてよい。ニョゼカンは、自著『日本的性格において、日本人の多角的な性格を掲げ、生活の場面にこそ、本能的な美を希求する習性、対立や矛盾を解消するのではなくむしろ、閉存させようとする感性、いつ役立つか判然としないような修養をとても、 大切にして備える、思考性、外来の文化を生かするよりも神話することを好む気質、また、自然の全体よりもその部分において変化を読み取る、季節感いった所得徴について多面的な論考を加えている。ニョゼンは日本を職人の国としての国柄を持っているとし、空理空論と離れた実践の気風を重視する文化風土の中にあることを指摘した。すなわち、 自らの食文に真剣に向き合って、書き仕事を誠実に実践しようとする人々に、対しては、大抵の場合、惜しみない尊敬が与えられるのが日本である。ニョゼカンは、このようなあり方が、日本では多くの領域に及び、工芸や芸能、商売や料理等に至るまで、普遍の姿勢であることに着目し、これを自身の言論活動につなげたのである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。